ちは、はじめまして。NMDC のメンバー、元ユープ主です。iOS デバイスをお持ちの方は、バッテリーの減りが早いと感じることも多いでしょう。今回はそんな iOS デバイスの電池の管理について伝授します。と言っても初心者向けですが、これは iOS 5.1.1 で動いている iPod Touch です。この iPod は脱獄はしていません。パスコード入れますね。さあ始めます。まずは設定を開いてください。Wi-Fi は使わないときは切っておきましょう。意外とこれが効果あるんです。次は位置情報サービスです。位置情報が不要なアプリは、すべてオフにしてください。万が一の時のために iPod を探すはオンにしておきます。さあ、次は一般に入ります。Bluetooth は太鼓の達人でくらいしか使わないのでオフにします。そして、スポットライト検索は、すべてチェックを外します。こんな機能、アプリが山ほどない限り使いません。次は自動ロックです。うっかり切り忘れた、とかいう時のために1分、2分くらいに設定しておきましょう。ウープ主は1分で十分です。次はメールの取得方法です。これを元にしておくと、使っていない時もずっとメールを取得し続けます。手動にしてメールアプリを開いた時だけに取得するようにしましょう。あと、起動中アプリは、こまめに消す癖をつけておく方がいいですよ。機内モードは、どうしても電池が少ないという時に使いましょう。最後に、iOS デバイスのバッテリーを食う最大のものは液晶画面です。明るさはこれくらいで十分です。ご視聴ありがとうございました。コメント、評価お願いします。